ますね。はい、こちらが下田ジムニー。でもあの室内もですね、すごくあの遮音材をかなり増やしましたので、はい、室内がすごく静かになってます。これ先代と全く別物ですね。そうですね、こちら左でお願いします。はい、仙台って街中で乗るのはちょっと厳しいかなって感じやったんですけど、そうですね、これは全然街中でも行けますね、はい、運転はしやすいセッティングになってます。でまた信号が左になりますので、はい、これを左へ上がっていただくと少し上りになりますので。あ、分かりました。それで少し加速してみていただきます。はい、はい、やはりそのボディ構成ですね、まあ、すごいですね。基本の構造は全モデルから変わってないですけども、はい、やはりそのガザーフレーム強化ですね、かなりあの補強を増やしましたので、はい、ボディ構成をさらに強くして、まあねじれ等を抑えて、でアクロ走破性をはい、さらに高めたっていうのがこちらの新しいジム、ね、乗り心地もすごくいいですね。そうです、この突き上げ感もすごくね、はい、抑えてるセッティングなんで、こういった荒れた路面でも見やすくなってます、うん、それにあのラダーフレームの割にすごい一体感ありますね。そうですね、そんなにもうモルフックボディと変わらない、損傷がないですね、うん、はい、先代はなんか下と上が別物みたいな感じだったんですけど、そのまあ外観的にもそういう感じがありました。先代もあれはあれでええ車やったんですけどね。そうですね、すごく長く人気いただきましたんで、はい、こちらがもう出る直前まで結構お求めいただきましたんでね。へえ。ですからまあこれが出る直前はもうほぼもう車がなくなっちゃったんで。あ、そうなんですか。併売っていうことはもうちょっと無理だったんですね。あ、これはまた左で南下していただくコースになります、はい、ちょっと短いですけど、いえいえいえ、なんかだいぶでもこの通りでフィーリングが分かりました、はい、そうですね、少しこう登ってるのとちょうどその工事なんで凸凹もありますんでね、ちょっと路面が悪いので、はい、そのこういう感じが見ていただける。これは前輪も確かリジットなんですよね。そうですね、そうですね、おっしゃる通りです。それはどうしてもそのアクロを走っていただく際にトラクションがかかりやすい、そうですね、タイヤができるだけあの地面に設置しやすいようにしてるんですけども、ただやっぱり凸凹道の時は若干こうなんていうんですか、ハンドル取られるような感じはどうしてもありますね、うん、それはねやっぱりしょうがないことですね。ああいったマルチリンクとはまたちょっと違うので、うん、まあ、ただ本当にあの私はちょっとアクロへ行ったことはないですけども、はい、まあ、研修でそういうアクロを実際走ってる映像を見させてもらったら、もうこんなとこまで行けるんですねっていうぐらいの、もう本当に山を登るような、あのなんていうんでしょう、川が、はい、水がない時に走るような道路を、はい、走っていく。多分アクロ走破性は世界一じゃないですか。そうね、一応ねメーカーさんの曰く、はい、ジムニー史上最強らしいです。はあ、世界ではナンバーとかいう話はなかったですね。これ左でしたよね。そうですね、はい、すいません、びっくりしました。これでまた戻っていただくような形。わかりました。今はどんなタイプ？僕今ちょっとあの営業で結構距離走るんで、はい、中古の安いやつ買ってるんです。あ、それはもう自前になっちゃうんですか。そうですね、はい、それだったらあんまりそのコストをかけちゃうと。そうなんですよ ね、 すね、まああのこういった遊び車を1台やってもいいかなっていう感じなんですけど。そうですね、まあ、ぜひセカンドカーに1台、はい、またご検討をお願いいたします。楽しいですねこれは。まあ一緒もいいですし、まあゆったり乗りたいんだったらやっぱりオートマでいいと思うんですけど。でしょうね。ただまあ確かに本当にこう山道林道とか行かれるんだったらやっぱミッションの方がいいかな。そうですね。あとはやっぱり外観のね、はい、もう本当にもう全く前のモデルからガラッと、はい、イメージチェンジしましたので、ね、
極力その初代のジムニーに、まあ、戻すような形の外観のデザイン、うん、そうですね、一番最初に出た頃のジムニーに似てますね、確かに、はい、で戻っていただくと、わかりました。